お世話になっております。お世話になっております。というわけでね、今日は堤防でライトゲームやっていきたいんですけれども、はい、休みの日って皆さんありますよね。なかなかこう夜釣りにね行けないよっていう人も、まあそうですよね、まあ、そこでやっぱりこの昼間ですよ、昼間釣れんのっていうね、今日はちょっとやっていきたいと思います、はい、行きましょう。というわけで今日はこんな豪華メンバーで進めていきますけれども、ちょっとライトゲームといえばこの人ということで、いくまさんに解説をいただきたいと思います。駿河の黒ひょう、よろしくお願いします。はい、いくまです。あ、いくまさんお願いします。いくまさんで行くんすね。 あ、ちょっとあれ僕名前なんでしたっけ。いくまでした。あ、いくまさんいた。あ、違います、違います。いくまさん結んでました。あー、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。久しぶりです。よかったですよね。ライトゲーム講座から半年ぐらい、親方あれですもんね、はい、初心者の方に釣りを教えている釣りテラコもやられてるんで、やっております。あの後あれですよ、結構ライトゲーム、はい、反響あって、はい、何名も、レッスンさせていただきました。あ、そうですか。いや、とんでもございません、うん、昼間ですもんね、今日昼間の堤防で釣りして、あ、気持ちよかったっていうね、休日を過ごしてほしいので、はい、ちょっともう昼釣れるテクニックを親方に、わかりました、教えていただきたいと。なんかこう昼間だと比較的狙いやすいのは、はい、この、まあ、静岡だとこの辺だと中部だと多分カサゴだと思います。こういうワーム皆さん使うと思うんですけど、はい、もちろん使うものもこれでいいです、はい、でジグヘッドにワーム、あんまりまだなんだろう、いっぱいカサゴ釣ったことない方とかはちょっとジグヘッドは重めがいいです。自分がこうこれを操作できないといけないので、軽すぎるとこう、はいはいはい、まず飛ばなかったり、あ、飛距離が出ない、そう、あと底を取ったのにこう底ついたのが分かんなかったり、あ、風強かったり余計そうなので、なんで大体これ初めての方には自分は 2g とか、ちょっと 2g おすすめ。ちなみにその上級者の方は 1g とか軽いとこ使うじゃないですか。使いますね。それはどういうあれなんですか、差があるんですか。例えば落ちてくときに魚が反応するのがあるんですよ、はい、あ、餌だって。それがゆっくりの方が食わせるタイミングは結構長いんですよね。もし軽いのでできるなら軽くした方がいいっていうところもありますけど、うん、逆にゆっくりじゃなくてパッと落ちてパッとこうすごくスピーディーに動かす方がいい時もあるので、タックルボックスに 1,2,3 みたいに入れといて、いいですね、ちょっと2釣れないなみたいな、もうちょい早い方がいいのかな3みたいな、うんうんうん、もうちょい遅い方がいいのかな1みたいな、そうですね、そんな感じで楽しむのもいいと思います。あり、誘い方なんですけど、うん、まずカサゴってなんかそこにいるイメージないですか。あります。だからって言ってだいたいそこでやるんですよ。際がいいかなってよく言うよねって、例えば際に落とすやつ、そうですね、壁際ってよく言いますね、壁際にいますよねって壁に落とすやつか、でこれ落としていくんですよ、だいたいそこでこう動かしたりとかするんですけど、これ実はめっちゃもったいないんですよ。壁の際についてるんですよ魚。ああ、この前やった、これだったら上の方にもいるんですよ、うん、で壁を釣りたいのに最初に 2g って結構早く落ちるんですよ、ビャーって、はいはいはい、落としちゃうと壁にいる魚を狙えないんで、落とすときにこの指先ちょっと見てほしいですけど、落としながらこうやって指でちょっとずつ落とすんですよ。それでも反応がなかったらそこでちょんちょんやって、なんもないなってなったら今度また落ちてくんじゃなくて上がってくものに反応するカサゴもいるんですよ。おだから底ついてからゆっくり、僕の場合は、はい、こうやって上げてくるんです。あ、ゆっくり巻く、リトリーブしてくるんです。ただでここで食うやつもいるんで、今まで例えばそのカサゴ釣りイコールそこで釣ってたって言って、そこまで落としてちょんちょんやってダメだった、うん、で次の場所行って、はいはいはい、じゃなくてゆっくり刻んで落としてってちょんちょんそこでやってダメだったら巻きゆっくり巻き上げてくるっていうやると3倍いける。3倍の超過、赤い彗星ですねまさに。真上に合わせがちなんですよ。実はカサゴってこう根っこにこうか隙間に逃げようとするんですよ、はいはい、なんでかか当たりがあった時に合わせる時に竿を前に出すんですよ、すぐにそこからカサゴ、そのそこだったら壁から離したい、剥がすっていうイメージ。こんなんでも、はい、もう穴入ったら出ないんで、あそこに入られちゃうと。そうです。まあそれはやっていくとしまして、はい、もしそれがダメだったら、はい、次はどんなことを考えますか。次ですか、まあ、普通に投げてそこまでついたのが確認できたらピョンって上げて待つ。ほう。
リフト&フォール。この繰り返しです。でも大体その2つをなんかやる感じですね。昼間も自分はカサゴ狙うなら。まあこういう日中で一番釣りやすい釣り方としてはやっぱり壁際。そうですね。明るい壁際より暗い壁際。ああ日が当たって影になってるところ。そうですそうですそうです。どうですか？昼間釣ろうなんてのがそもそもの間違いなんですね。いやいやいや。コンセプト否定やめて。休日に堤防で釣りしたい人いっぱいいるやん。夜来れない人いっぱいいるやん。そういう人たちのために映像を撮って見せたいんやん。そうですね。小さな幸せを見つけようぜっていうのがテーマじゃないですか。それは人生のテーマよ。この動画のテーマはまたちょっと別よ。親方に教わってきて、この前スー君とか葉山さんに教えてもらった壁際レンジ刻み作戦と、あとはまあ投げてそこをリフト&フォールする、この2パターンがいいんじゃないでしょうかっていう、なんかそれに付け加えるような話はありますか？沖をね、ズル引きもすごくいいと思いますよ。あ、沖をズル引き、はい、今まさにそれをやってる感じですかね。あー、こんな感じです、こんな感じです。まあそのリフト&フォールでももちろんいいんですけど、ズル引きでズル引きに反応がいい魚もきっといると思う。あー、なるほど、はい、そのターゲットはね、魚だけじゃないじゃないですか。そうですね、チヌだったり、うん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 、まあ、そういったやつも狙えるんで。この間一緒にやったその歩きながらのレンジみたいなやつ、はい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 、あれをボトム付近でやるってこともできるんですよね。一旦そこまで沈めちゃって、でこう持つんですよね。はいはいはい。で今これボトムついてるじゃない、はい、ついてるんですよ、はい、そしたらポーンって上げて落とす、ポーンって上げて落とすみたいな。ああなるほど。歩きながらポーンって上げて落とす。そうするともう結構この壁際根こそぎ、そうですね、ちょっと皆さんに教えていただいた戦法でこの角からやってみようかな。ちょっくら、まあ、例えば、まあ、釣れないんですけどここの場所では、はい、でもよく魚が多いところだったらああいう見えてるところとか打ってもいいと思いますよ。ポイってやって、ああちょっとその、はい、草ちょっと大きく、なるべく壁際、この前15センチって言ってましたもんね。そうですね。トン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 で、そこつきましたと。シュン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 。このシュンシュンはなんかもう雰囲気ですか？チョンチョン、あ、違うか、違うか。シェイクに近いですね。シェイク、こうやってするの大変じゃないですか？はい、大変。なんでこうリードを振るイメージ、こうやって振るよりも、まあ、これでもいいんですけど、僕ちょっとこう斜めに構えてこんな感じできてなさそうですね。あ、うまい、うまい。そうなんですよ、ね、だから僕の場合こう手がこう動いちゃってるもんね。ギアグリップをこう手に入れちゃって、あ、ここに、いや、めっちゃ不吉やな。方法論は分かるんやけどね、最後の最後がね、不吉っちょっていうね。ふっくらとしてね。クーちゃんにやられるじゃないですか。あれは夜だとやっぱグローとか光るやつがいいじゃないですか。まあ使うこと多いですね。日中のおすすめカラーとかあるんですか？特に水色ですね。ああ、今日結構濁ってますね、はい、澄んでたら、はい、やっぱクリア系の色とか濁ってたりしたら、まあ夜と同じようなイメージで、あとはまあ狙う魚にもよるですね。寝魚とかはちょっとアピールさせて見つけさせてあげた方が、マジとかそういうのはちょっとベイトライクというか、あ、ナチュラルな餌に、はい、寄せてあげたいとか、はいはい、今日私はカサゴ狙いなんでちょっとアピール系 で、なんで何色か必要なんですよね。あ、いい絵だな。なんかほんと休日感ありますよ、この港町の。あ、ほんとすか。のどかな久石譲さんの曲とかが合いそうな。久石テントロンみたいな。ああ、ティロロロテントロンテントンみたいなやつ。あ、なんか釣れた？なんか釣った？うわ、すごい。日中に出ました。日中に釣れます。やりました。なんだ？なんだ？え？なんだ？何？なんだ？ちょんって言った、ちょんって言った。ああああああ、し
球外生命体釣れました。やりました。これはシーカウ。シーカウ、ありがとうございました。ありがとうございました。出演ありがとうございます。また振り込んできますんで、ご参入。シーカウの釣り方は、はい、シーカーの釣り方。提案があるんですけど、サーブの、はい、ここに、はい、石がこう、ここで釣りたいとこあるんですけど、はい、この足元に、はい、トイガイの可能性があるんですよ。ほう、それをちょっと見てみてみませんか。行きましょう。それはすぐに行きましょう。落とし込んでいっちゃうんじゃない。オッケー、面白そう。よし、ラームついてないですよ。あ、そうそうそう、ワームがね、ワームが、いやいや、ワーム食べられちゃったんすよ。いやいや、それで行こうとしたじゃないですか。いやいやいや、よし、ワームつけよっかじゃなかったっすよ。いやいやいや、言い方ね。いやいや、いや違う違う違うよ。ワームを刺すぞっていう意気込みを。岩の隙間であったり、この切れてるところだったり、あー、なるほど。落としてジャン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 と落とします。じゃあこの隙間とか落としてみようかな。あー、めちゃくちゃ引っかかるよ。あー、でもいいっすね、なんかこの絵エモいっすね。うわ、イクマさんとかめちゃくちゃフィネスな。どうやって合わせんのっていう、はい、この角度どうやって合わせんの。ジャンプじゃないですか。そりゃーって。ベイトいます。はい、ここに。あ、逃げてる。ベイトが、お、なんかね、パチパチするよね、たまに。逃げてる逃げてる。ちょっとディゲット軽くして狙ってみよう。ベイトが逃げてる。届いた。あー、当たった。マジ？え？あ、え？フグか。いやー、でも結構この感じエモいっすよね、この夕日を浴びる。え、どういう感じなんですか？ノスタルジックな感じもエモいって言いますよね。あー、そうっすね。あー、エモい。それエモい。もうでしたわ。もうでした。エモいっていうか、もういでした。というわけで、日中のライトゲーム、日が陰ってまいりました。まだ日中と言えなくもない時間帯ですね。まあ、太陽が出ている限りは日中。そういうことです。見てください、この無残にフグにやられたワームの残骸たちを。絶対あいつを許さねえ。というわけで戻ってまいりました。鳥もいたりします。これが堤防の休日。あ、こんにちは。なんか釣ったって聞いたんですけど。いやいや、釣ってないです、釣ってないです。なんか釣ったっていう、釣ったんすか。カサゴ。写真あります。あ、写真ありますか。ちょっと見せてください。あ、ピピロング。あ、このタックル、これなんでカメラ外で釣るんすか。どうしてカメラ外で釣るんすか。もう一回釣ります、今。すいません、もう一回釣ります。どうやって釣ったかだけ教えてもらって。巻いてきた時。あ、巻き上げた時。まあ、日中明るい時間の堤防を釣れますよっていうのは見せれましたね。見せれました。見せれてない。やっぱり YouTuber としては写真じゃダメ。そうですね、映像が欲しい。映像が欲しい。今から映像に残していきます。壁際やってます。私も壁際行きます。親方に習ったね。巻き上げで、あ、さっきの巻き上げパターン。嘘じゃなかったんですね。あ、何グラムを。3グラムにしました。3グラム。フグが多くて落ちるときに邪魔するんで。そう、下まで落としてから上げてきて。そういうことですか。うん、落ちてるときに
噛まれちゃうんですよ、フグに。なるほどね、その辺状況判断。僕トントン落としてましたけど、もうスッて落としちゃって先に、で今度上げてくるときになんか狙ってくみたいな。この段より左側行っちゃうと、うん、真下が際じゃないんですよ。真下よりえぐれてるじゃないですか。はいはいはい、ここが直で壁なんですよ。ああ、ここがね。いいこと聞いた、さすが親方。本当だよ、そんなことにね一生のこの貴重な時間を費やしてる場合じゃないよ。いや、撮ってほしい撮ってほしい。うわ、親方今映ってましたよ。今映ってた。すごい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 。大きいのか。ごめんなさい、お姉さん。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ポコポコしてる、ポコポコしてる。おお、入ってる、入ってる、入ってる。うわ、入れた、入れた。こっからか、こっからが、ナイトゲームのバトル。同じですか、釣り方は。全く一緒ですね。壁に。上げてきた時に、こっち入りましたね。このスリットっすよ。絶対、こういうとこっすよ。ああ、ここの。ここの、そう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 、ちょっと段差があるところ。はいはいはい、そこ変化あるの分かります？完全に持久戦になりました。完全に穴の中に。超長いですね。いやいや、このスリットで今問題受けるんですよ。違う違う、さすがに。ちょっと、めっちゃ俺の人来た。いや、俺の層にビビビビビビビ。やばいやばいやばい。ほらほらほら、見て見て見て、問題が多くなった。問題が増えたね。問題が増えた。何やってんすか。すいません、悪乗りが過ぎました。横取りしようみたいな。すいません、皆さんは本当絶対こういうことしないでください。確かに確かに確かに。多分こっち側、うん、こっち側に一回行ったら取れるかな。上から上で上でこっち行って触らなかったら伊藤さんの国になって。ちょっと動いた。ちょっと出たのかな。ちょっと横でなんかね、ブーブーにやるのよ。この中で。そもそもカメラに何も映らないんですよ、この角度に。本当すいません、本当すいません。入れました。離脱。判断難しいですね、これは。女子に。お。いや、ちょっと惜しいな。いるね、やっぱ。はい、というわけで親方とカサゴのバトルがまだ終わりません。皆さん見えますでしょうか、あの山のね向こう側に太陽があるんですよね。なんでまだデイです。まだ僕らの休日は終わらないです。あ、そっから移植するってこと。もうどうなる。うわうわうわ、竿のスペックを入れ替えて、竿のスペック入れ替えて、長いそうで、オーシャンゲートからオーシャンゲートに繋がれた。オーシャンゲートにね、タスキを引っ張りますか。手に引っ張った方がいいかもしれない、ね、ちょっと前に出して。魚、いる、そう、どっち、すげえ、いる、本当だ。魚いた。やばっ。これはかわいかった。でかくないっすね。でかくなかった。いや、すげえ。すげえ。釣れた。やったー。いやー、うわ、すごい。全然サイズ一緒。いや、すごい。すごい。でもかかってからマジで1時間ぐらいやってますよ。ドラマじゃないですか。ズリンズリンだよ。元気に帰っていただこう。そうしましょう、ね、また会おう。いやー、流れ石、これは流れ石だ。本日の決まり手は決まり手は引き倒しですね。引き倒し